モーリス・エドワード・チークスは、アメリカ合衆国入りのイシューシカゴ出身のバスケットボール選手、指導者。NBA のフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズなどで活躍した後、ポートランドトレイル・ブレイザーズのヘッドコーチ、セブンティー・シクサーズのヘッドコーチ、デトロイト・ピストンズのヘッドコーチを務めた。シカゴ・ブルーズのアシスタントコーチ。 地元の高校に進学した後、西テキサス州立大学に1974年から1978年まで過ごした。その間、ミズーリーバレーカンファレンスのオールスターにも3年連続で選ばれ1試合平均16.8得点、シュート成功率57%近くの成績を残した。大学史上3位の得点を残している。 1978年の NBA ドラフトの2巡目、全体36位で、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズに指名されて入団、その後15シーズンのキャリアのうち11シーズンを、シクサーズで過ごした。NBA オールスターゲームには4回出場、NBA ファイナルには1980年、1982年、1983年と、 4シーズンで3回の出場を果たし、1983年には優勝し、チャンピオンリングを手に入れた。チークスがポイントガードとしてプレーした時期には、ジュリアス・アービング、モーゼス・マローン、アンドリュー・トニー、チャールズ・バークレーラスター選手の存在があった。チークスは献身的なプレート、 ディフェンスで貢献し1983年から1986年までは4年連続オールディフェンス、ファーストチームに選ばれ、1987年にも、セカンドチームに選ばれた。またチークスは、通算成績のスティールで、NBA 歴代4位、アシストで、歴代10位となっている。チークスは、キャリア平均で1試合あたり11.7得点、2.0回。 以上のスティールの数字を残した。現役引退後、1シーズンを CBA でヘッドコーチをした後、続く7シーズンフルスのフィラデルフィアセブンティー・シクサーズのアシスタントコーチを3人のヘッドコーチの下で、務め2001年には NBA ファイナルにチームは出場を果たした。2001年にポートランドトレイルブレイザーズのヘッドコーチに就任し、 プレイオフにも2回出場したが1回戦を突破することはできず2004年開幕直後にヘッドコーチを解任された。2005年、シクサーズのヘッドコーチに就任したが、最初の2シーズンはプレイオフ出場を果たせなかった。2007年2月20日にチームは負け越ししていたものの1シーズンの契約延長がされた。2007年チームの下馬評は高くなかったが、 プレイオフ出場を果たしイースと第7シードとなる成績を残した。2008年12月9勝14敗となったところで解任され、後任にはアシスタントゼネラルマネージャーのトニー・ディレオが暫定ヘッドコーチとなった。2013年にデトロイト・ピストンズのヘッドコーチに就任したが21勝29敗のところで解任された。 2018年3月31日、バスケットボール殿堂入りが発表された。2003年4月25日の、ポートランドトレイルブレーザーズ対、ダラスマーベリックス戦で、アメリカ国家聖唱を行っていた13歳のナタリー・ギルバートが歌詞を忘れかけたところ彼は、大急ぎで、彼女のそばに駆け寄りともに最後まで歌った。ローズガーデン・アリーナの監修は、スタンディングオベーションで、 これに答えた。彼は、ポートランドのファンやメディアの多くから好意的に受け止められていたが一部のメディアからは、彼のチームはコーチとしての適性やゲーム戦術についての知識に関して疑問を投げかけられた。彼のチームはしばしば規律に欠けており、他の多くのコーチたちが試合中にも大声で、選手たちに指示を出したり、レフェリーに抗議したりとサイドラインを動き回るのに、 対して彼はベンチから立ち上がることはほとんどなかった。ありがとうございます。